7.92X57mm モーゼル弾、あるいは 8mm モーゼル弾、8X57 イズ弾は、ドイツ帝国で開発された、リムレスボトルネック型の小銃用実砲である。1905年の採用以降、第一次世界大戦及び第二次世界大戦の双方で、ドイツ軍の標準小銃弾として使用された。開発当時、 7.92X57mm モーゼル弾は最も人気のある軍用実砲の一つとして世界各国の軍隊が採用した。21世紀になっても狩猟スポーツ用実砲としてヨーロッパやアメリカでの生産が続いている。M88 弾と 7.92X57mm モーゼル S 弾。I は不評、S は戦闘弾を意味する。 7.92X57mm モーゼル弾は、g 88小銃と共に1888年に採用された88年式実砲という小銃弾を原型として開発された。M88 の開発元はドイツ小銃試験委員会で、弾頭は、円筒直径 8.08mm、重量 14.6g と比較的重いものが用いられた。 その後、ドイツ帝国政府主導のもと、GPK では M88 及び、これを使用する重火器の性能向上に取り組み、1905年には、口径を変更した 7.92EX57mm モーゼル弾が開発されたのである。この際、同口径には S 口径という名称が与えられた。1905年に開発された7 9 2 e x 5 7ト、mm、ル。 モーゼル S 弾、7.9257mm、マウザーエースパトローネ、7.92X57 ミス弾。S は、戦闘弾の意味は、重さ 9.9g、直径 8.2mm と比較的軽量な戦闘弾を使用し、また銃弾より、強力な混合式の無煙火薬を使用した。戦闘弾を用いる、この新型弾頭は、M。 88に比べて有効射程及び低身性が向上していた。当初は無機炎型薬莢のみが使用されていたが、後にこれをネックダウン、またはネックアップさせたもの、あるいは機炎型など各種の派生型薬莢が開発された。1905年の開発以来、性能と汎用性の高さから 7.92X57mm モーゼル弾は、 ドイツ以外にも様々な国の軍、警察等により採用され、また長らく使用されてきた。第二次世界大戦中には q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾などと同様、数軸国、連合国の双方で使用された弾薬の一つとなった。ナチスドイツ及びポーランドでは標準小銃弾として採用されており、イギリス軍でもベサ社債機関銃の弾薬として、 採用されていた。2012年の段階でも、旧ユーゴスラビアで開発されたザスタバ M76、狙撃銃やザスタバ M53 機関銃などに用いるべく、軍用小銃弾としての使用は続いている。7.92X57mm モーゼル弾と、ブリネック射製の機械型 8X57mmIRS 弾7.92。 X57mm モーゼル弾は、欧州において、猟銃やスポーツ銃などといった民生用小銃の実報としても一般的に知られ、多くの企業により製造が続けられている。ザスタバ・アームズ、ブレイザー、チェスカーズ・ブロイオフカウアスキー・ブロド、ハイム、モーゼル主猟武器、ステア・マンリッヒャーなどは現在でも 7.92X57mm モーゼル弾を使用する。 両銃を製造しており、加えて銃弾そのものはルーム、ププルビパルティザン、サコー、セリアベローなどの企業も生産している2004年、レミントンアームズでは M700 ライフルの 7.92EX57mm モーゼル弾仕様を限定生産した。狩猟用銃弾としての 7.92EX57mm モーゼル弾はアメリカ製の 30から06スプリングフィールド弾と同等の性能とみなされており、ドイツをはじめとする欧州各国では、鹿、シャモア、ムフロン、イノシシ、クマなどの大物狩猟用の銃弾とみなされている。ただし、フランスのように軍用小銃弾の民間使用を制限している国では、すでに旧式化しているとはいえ7 9 2 x 5 7ト、mm、ル モーゼル弾を軍用小銃弾とみなして、一般の所持及び使用を禁止している場合もある。起械型のバリエーションとして、8X57mm IRS 弾が知られている。これは中折れ式ライフルなどでの使用を前提に開発された。現在では、欧州における中折れ式ライフルの一般的な銃弾としてその名を知られる。この銃弾は長期にわたり、 世界各国で様々な用途に使用されてきたため、非常に多くの正式名称、商品名及び通称が存在する。いかに代表的なものを示す。口径の値には7.92以外にも7.9の数字が使われる。また、ドイツでは伝統的に口径およそ 8mm の銃弾を、総じて 8mm 弾と通称していたことから、 8という数字が示される場合も多い。しばしば、モーゼル弾と呼称されるものの、モーゼル社は銃弾そのものの開発に一切関与していない。しかし同社が開発した2種類の小銃、998及び、カル98キロがこの銃弾を使用する代表的な銃器だったこと、そしてこれらの小銃が、両世界大戦の中で、ドイツ軍の正式小銃として使用されたことから、 モーゼル団という名称が広く知られるようになったという。J あるいは I という文字が付される場合もある。これは本来不評を意味する I で薬莢の底に刻印されていた。J は崩した書体の I を英語話者が読み違えたところから広まったのだとされている。現在でも英語圏を中心に J や JS をこの10の名称に付することが多く、これらには実際に J と刻印されていることも多い。一方、ドイツ系企業では、愛やイズを用いているため、この点でも混乱が生じている。また、S は、戦闘団を意味する。ドイツ製の CIP 規格 8X57 イズ、薬莢弾丸、雷艦装薬を詰めていない薬莢のみが販売されているもの。欧州における、民生用銃火器銃弾の標準化団体。 重機試験常設国際委員会の企画では2012年の段階で 7.92X57mm モーゼル弾の名称を 8X57 イズ弾と指定している。これはイギリスなど CIP 加盟国における法的な名称としても使用されている。相談紙で束ねられた5発の 7.92X57 ミスダンがアメリカにおけるスポーツ用銃弾の標準化団体、スポーツ下器及び銃弾製造業者協会の企画では、2012年の段階で 7.92X57mm モーゼル弾の名称を 8mm モーゼル弾と指定しており、また 8X57mm 弾とも呼ばれている。ただし、CIP と異なりサーミは命名規則の発行権限を有していない。 そのため、これらの名称がアメリカ国内における法的な名称として使用されているわけではない。ドイツ軍ではしばしば7 9ト、mm、ル弾という故障が使用された。弾薬箱のラベルにもこの名称が使用されている。スウェーデン軍では m 3 9 8ト、mm、ル銃弾という正式名称が与えられていた。ポーランド軍では ドイツ軍と同様の7 9ト、mm、ル弾という故障のほか、7 9 2ト、mm、ル弾とも呼ばれたという。イギリス軍では 7.92ESA 弾という正式名称が与えられていた。これは第二次世界大戦中ベサ謝罪機関重要の銃弾として採用されていた。アメリカ軍では諜報部の作成した報告書の中でしばしば7.92 7.92mm、7.92mm、mm、といった名称が使用されていた。7.92X57mm モーゼル弾の薬莢容量は 4.09cmH 中央であり、薬莢形状は特にボルトアクション式小銃及び機関銃に装填する際の球団信頼性を重視した設計であった。 CIP 規格に基づく 7.92X57mm モーゼル弾の寸法図。単位はミリメートル。ありがとうございます。